紹介させていただきます。投打のヒーロー江藤翔馬選手、そして山下海輔選手です。今年のヒーローの2人には株式会社 AR から AR 賞が贈られます。それではインタビューに移らせていただきます。まずは江藤選手にお伺いいたします。6回を今回1失点に抑えました。今まで、勝利がありませんでしたが、今回マウンドを任されました。先発として、上がるときですね、どのような心境でしたか？そうですね、勝ちがなかったので、もう自分の持てる力は精一杯出そうと思って、初回から全力で打ちました。抑えていく中でピンチもありました。途中監督がマウンドに寄って話をされるシーンもありましたが、どのようなことを伝えられましたか？そうですね、そこはもう自分のピッチングをしろと、自分の選手になるということで、まあ自分ももう一回気合を入れまして、ピンチを抑えることができたらよかったなと思います。それでは次の登板に向けて、ファンの皆さんに熱い思いをお願いします。はい、まあ、今日はいいピッチング、初登板でいいピッチングができたので、次もいいピッチングをして、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。それでは、ナノヒーロー、山下海輔選手にお伺いします。山下選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今日、大分 B リーグス球団創設初めての勝利となりました。気持ちいかがですか？勝利に貢献できて嬉しく思っています。7回、ワンアウト2、3塁チャンスで打席が回ってきました。どのような気持ちで打席に立ちましたか？最近調子いいわけではないですけど、もう開き直って何も考えずに来ました。打った時の感想を教えてください。正直嬉しかったです。ありがとうございます。最後まで球場に残っていただいたファンの皆さんにメッセージをお願いします。次からの試合も絶対ですので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。山下海輔選手でした。今一度大きなご声援をお願いします。それでは最後にヒーローの江翔選手、そして山下選手と一緒に大分ビリーズ応援歌振りをしてください。